北国新聞ニュースをお伝えします。今朝珠洲市で昨日に続き震度4を観測する地震がありました。震度6強に見舞われた今月5日以降、震度4の揺れは4回目で、新たな被害は確認されていません。今朝7時14分ごろ、能登地方を震源とする地震が発生し、県内は珠洲市で震度4、輪島市と能登町で震度3、七尾市などで震度2を観測しました。震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.0 と推定されています。能登地方では今月5日以降地震が続き、最大震度4の地震は2日連続、4回目になりました。珠洲市が今朝の地震の後、落石や土砂崩れなどがないかパトロールを行った結果、新たな被害は確認されませんでした。震度6強の地震から5日経ちましたが、珠洲市内では倒壊の恐れがある住宅を重機で支え、家財などを運び出す光景が見られるなど、復旧作業は揺れを警戒しながら進められています。相次ぐ地震による揺れで、珠洲市にある見附島で斜面の崩落が進んでいることが分かりました。軍艦島とも呼ばれる見附島は、石川県の天然記念物に指定され、珠洲市を訪れる観光客の9割が訪れる人気スポットになっています。しかし、去年6月に起きた震度6弱の地震によって裏側斜面が崩壊し、さらに今月5日には震度6強の地震に見舞われました。北国新聞社が昨日ドローンで撮影した写真では、軍艦に見える島の船首の上部がえぐれるように崩れ、断崖の下には土砂も見えます。珠洲市の泉谷益弘市長は、驚く光景だ、言葉が続かないと話し、珠洲の宝を何とか守りたいと、石川県と連携して保全対策を講じたいとしています。しかし、島の岩肌に凝固剤を吹きつける方法は、国定公園のため認められないなど、保全方法を取るのは難しく、県教育委員会文化財課の担当者は、何とかしたいが人の手を加えるのは難しく、現状は見守っていくしかないと話しています。見守るしかないんでしょうか。輪島の千枚田と並んで、能登屈指のこの観光スポットですよね。はい。本当に直接壁面にこの抜本的な補強対策が取れないというのがこう辛いところなんですけれども、ここはなんとかですね、景観に配慮しつつ、崩落を食い止める方法がないものかどうか、もう本当に国レベルで知恵を絞りたいところですよね。そうですね。一方、被災した地元に勇気を届けようと、珠洲市にある飯田高校では、相撲部の部員たちが高校相撲金沢大会での白星を目指し、稽古に励んでいます。飯田高校の相撲部が使う土俵は、学校に近い緑ヶ丘中学校の屋内にあり、今月5日、震度6強の揺れで大きな亀裂が入り、使えなくなりました。相撲部員4人の中には、自宅の壁が剥がれ落ちたり、家具が倒れたりする被害を受けた部員もいます。高校相撲金沢大会が今月21日に予定される中での土俵の参上に、主将で3年生の梅木亮介君はショックを受け、憧れの金沢大会に出場できなくなるかもしれないとの不安に襲われました。しかし、土俵が割れたくらいで先輩たちの歴史を閉ざしたくないと部員に出場を呼びかけ、緑ヶ丘中学校の屋外にある土俵を急遽手入れし、昨日から本格的な稽古を再開しました。飯田高校の部員たちは伝統の土俵で全力を尽くし、地元に勇気を届けたいと白星を目指し汗を流しています。ではニュース解説です。
台湾で水利事業に尽くした金沢出身の八田与一技師の墓前祭は8日、台南市の宇山島ダム湖畔で営まれ、新型コロナの影響で4年ぶりに訪れた関係者が遺徳を偲びました。金沢の訪問団は金沢の観光、物産などもアピールしましたが、野口さん、八田技師の縁を生かしてポストコロナの交流拡大につなげたいですね。そうですね、宇山島ダムをはじめ、1920年に着工した、台南の水利施設はですね、難工事を経て、10年をかけて完成し、当時としてはアジア最大級のダムが整備されました。それまで不毛な土地だった一帯が、豊かな水田に変わり、台湾一の穀倉地帯と称されるようになりました。はい、そこで生産された農産物は今日本にも輸出されているように、食と農の相互交流というものは、この水利事業がもたらした現代の実りとも言えると思いますね。八田技師は現地で台湾水利の父として慕われています。日台双方にとって八田技師の縁はかけがえのない財産と言えると思いますね。そうですね。墓前祭には元台南市長で台湾の民主進歩党の総統候補にも選出されている赖清徳副総統も参列したそうですね。そうですね、今回の式典には、日台の約300人が参加しました。石川からは村山金沢市長を団長とする、訪問団や、市を挙げて台湾との交流を進めている、宮本加賀市長、八田技師夫妻をしたい台湾と友好の会の会員らが参加しました。赖清徳さんは、台南市長時代に、金沢マラソンの視察に、金沢市を訪れるなど、大変な親日家として知られてますね。次の台湾トップの総統を決める選挙に、民進党の候補として、出馬する予定です。こうした大物政治家が、墓前祭に参列することを見てもですね、八田技師の功績の大きさというものが伝わってきますよね。そうですね。金沢市の訪問団は各地で精力的に金沢の魅力をアピールしたようですね。そうですね、金沢市の台湾訪問団は、台南市の三井アウトレットパーク台南で、観光 PR イベントに臨んで、コロナの5類移行を見据えて、特産品を販売したり、パンフレットを配ったりして、金沢を PR しました。また台北市では旅行会社やメディアを対象に観光セミナーを開き、来月の金沢百万石祭りのメイン行事の百万石行列や秋の金沢マラソンへの参加を呼びかけたということですね。はい、秋には県内で大きなイベントが控えていますから、台湾からの訪問に期待したいですね。そうですね、金沢マラソンの台湾からの参加申し込みは、2日時点で200人を超えていて、香港に次いで多いそうですね。また現地では、鈴自身についても、客を送るという意味では全く問題なく、どんどんツアーを再開したいと言っているそうですね。鈴では奥能登国際芸術祭がありますし、県内では国民文化祭も開催されます。台湾との交流をさらに深める大きなチャンスにしたいですよね。そうですね。朝ごはんを食べるよう呼びかけるプロジェクトの食事会が今朝金沢市内で行われ、参加した人たちが地物を使った献立で健やかに一日のスタートを切りました。北国新聞社が主催するしっかり食べよう朝ごはんプロジェクトの食事会は金沢市末町の滝亭で開かれ、30人が参加しました。滝亭の永井博則料理長は、能登牛とタケノコ煮やカマスの木の芽焼きなどをメインに9品の特別献立を用意しました。これらのメニューには60種類の食材が用いられ、参加した人たちは夏野菜や山菜を随所に使った地物朝ごはんで体の中から活力をつけていました。食事会では金沢学院大学栄養学部長の川村美恵子教授が、コロナ後の新しい社会で積極的にチャレンジするためにはきちんと3食をとる生活が欠かせないことを強調していました。
次回のプロジェクトは今年7月に開催される予定です。元アメリカ大リーガー松井秀喜さんの等身大パネルが明日から能美市役所にお目見えします。北陸新幹線は来年春に県内全線開業を迎えますが、能美市によりますと全国的には能美が能美と呼ばれることが多く、知名度アップのため松井さんの等身大パネルを PR 動画とともに作りました。地元出身の松井さんは能美市の名誉観光大使を務め、協力を依頼したところ快く引き受けてもらいました。明日から市役所に登場する等身大パネルは、野球帽をかぶった松井さんのアニメキャラクターが T シャツで走る姿になっています。一方、およそ4分間の PR 動画では、大型連休中に帰省した松井さんが、のみでの生活をのみのみと過ごさせていただいておりましたとユーモアを交えて振り返っています。この動画も明日からYouTube で公開されます。また等身大パネルは JR のみ値上がり駅や九谷陶芸村などでも展示される予定です。すごく特徴を捉えていて素晴らしい出来上がりだと思います。そうですよね。はい、まあ、そしてこののみのみという言葉ですけどね、のびのびということと合わせてですね、のみでしか味わえない、のみのみでしか味わえない魅力を表す言葉でもあるようですね。はい、まあ、発信力のある松井さんの、まあ、ふるさと愛にあふれた、まあ、パネルとこの PR 動画でですね、全国にこののみを印象付けたいですよね。そうですね。松井さんの背番号は55番でしたから、うん、ゴーゴーのみ。そうですよね。いいですよね。ね、にぎわいが訪れるといいですね。はいはい、さて次です。北陸新幹線の自動運転導入に向けて JR 西日本と東日本が必要な技術の検討に入りました。 JR 西日本と東日本は先月、新幹線の自動運転導入に向けた技術協力に関する覚書を結び、必要な技術の検討に入ったことを昨日発表しました。自動運転をめぐってはすでに JR 西日本が昨年度白山総合車両所で実証実験を行う一方、 JR 東日本もおととし新潟市内で北陸新幹線などの車両を使って試験走行を実施しています。自動運転システムを搭載した車両は運転席が無人でもスピードがコントロールされ、決められた位置に止まるため運転士が不要になり、人員の削減につながります。このため、JR 東日本は2030年代中頃をめどに、上越新幹線の東京と新潟駅の間で自動運転による運行を目指し、将来は北陸新幹線にも導入される計画です。自動運転が実現した場合、緊急時の避難誘導などを担う乗務員を車内に配置し、発車時の安全を確保するため、駅にはホームドアが完備されることになっています。国の天然記念物、コウノトリのヒナが鹿町と津幡町で合わせて6羽誕生しました。石川県によりますと、コウノトリの孵化が確認されたのは、国内の野生コウノトリが絶滅した1971年以降、津幡町は初めて、石川町では2年連続になります。このうち津幡町ではコウノトリ用に人工的に作られた塔の上で3羽ほどの誕生が確認され、大陸から渡ってきたとみられるオスと兵庫県豊岡市で生まれたメスのペアから生まれたものとみられています。石川町でも3羽のヒナが誕生し、去年と同じとみられる豊岡市生まれのオスと福井県越前市生まれのメスが親鳥とみられます。コウノトリの巣では親鳥がヒナに餌を運ぶ姿が見られました。ここまで北国新聞ニュースをお伝えしました。